マサルとシンジ、同級生の二人、一人はボクサーに、一人はヤクザへと拳の使い方を変えた。今月中にロッカー開けてくれればいいから。ばあちゃん、シンジ、ばあちゃんちょっと太ったんじゃないですか。無所にいて太るわけねえだろ。シンジからいろいろ聞いてる。どうせろくでもないこと言ってんだろ。変わらぬものと、マサル、昔と同じに見えるか。変わっていくもの。お前にはもう会わねえよ、この街。見返してやろうぜ。筋だけは通させてもらいます。失明するかもしれないんだよ。俺が頼んだんじゃねえ。あいつが選ばれた試合なんだ。俺やりたいんだよ。最後になってもいいから。悔しい。弾けんなよ。固い友情と熱い決意が二人を突き動かす。キッズリターン、再会の時。